こんにちは、修華堂の田中です。テレビやってます。これはね、日曜美術館ではありません、美の巨人たちですね。これね、昨日放送したやつですね。伊藤若冲の特集やってます。でちょうどあの木曽の系譜展を、上野でやってますから、まあ、それと絡んで放送してるんですかね。伊藤若冲ね、あのこれ大体あのテレビとか展覧会でやつほとんどカラーの作品ですよね。あのカラーの作品ね、あのこの間も言いましたけどあんまりないです。あったらまたこれはあの鑑定が難しい。あのまあ、ほとんど普通にあるのは水墨で、大体まあ大体6、7割ぐらい万物ですね。で、でも結構本物いっぱい描いてて、ただ肉質の、 あの色の入ってるやつは英語少ないんで、こういうタイプだったら少ないですけど、たまに出てきます、何年かに1回ね、あのカラーのやつも。だからお家になんかもし若冲って書いてあるのあったら、まああのまあなんか小汚くってなんかどうしようもない汚い軸で家に転がってたって、まあまず無理ですね。あのきちんと丁寧に保存したあと他の掛け軸もたくさんある中にあるっていうんだったら、あのいいものあるかもしれません。はい。で、ぜひですね、カラーのやつ出てきたらぜひお知らせしてほしいですし、もちろん水墨帳、これねテレビに出てくる水墨出てきませんけど、水墨のやつも筋目書きっていうのを使っててすごく面白い作品多いですね。値段的に言うとね、あのちょっと前までまあ大体その100万もしないものもいっぱいあったんですけど、あ、小林先生と言いますね、今はねだいぶ高くなっちゃって、まあまあ状態悪くても100万以上もう買えるというか値段するようになってきちゃいましたね。あの図がすごく面白いやつだったらもっと買えるもんもあると思います。伊藤若冲、まあうちもたくさん扱ってますから、ぜひなんかあのうちがありましたらご連絡ください。はい、よろしくお願いします。